はい、とうとう最終回になってきました。ルイさん回、よろしくお願いします。もうここルイさんにぜひですね、聞いてみたいのが単語男子の育成方法、どうしたらいいか問題。やっぱりまあ正直、まあ、言い訳になってしまうかもしれないんですけども、やっぱフォロワーさん、まあ、女性よりも時間かかるじゃないですか。とはいえペアダンスなんだから、やっぱ男子をいかに育てるかじゃないですか。その東京単語界隈を盛り上げるとしたら、ルイさんが考える男子の育成方法、なんかアイデアがあれば教えていただきたいので、まずは男子どうしろって何かありますか？私もそこはすごい気になるところで、はい、でやっぱ男の子、女の子の方がやっぱレッスンに来るんだよね。少ない、分かんない、一般的にそうなのか私のクラスがそうなのか。いや、それね、正直私の知ってる範囲、やっぱり女性の方が熱心ですよ。ですよね。それってブエノスの子はどんな感じですか？は同じぐらい。ってことはやっぱり女性の方が出てるって、レッスン来るってことですか？若干ね。あ、でもそんなには変わんない。そんなに、あ、男性も来るってこと？うん。あ、じゃあ両方来ると。あ、そうそうそう、男女比が同じぐらいじゃない？はい、あ。うん。でおっしゃる通り、東京単語界隈だと明らかにこう差があるじゃないですか。ねえ、だから仕事が忙しいのかなとも思うけど、でもまあミロンガに来てる人もいっぱいいるからね。そうそうそう、ミロンガに行ってるんだけど、そこって何なんでしょうね。例えば習いたいことを教えてくれる人がないから行かない、もしくはもう今のレベルだったらもう習うことはない、だってミロンガで行けば楽しいもん、いろいろあると思うんですけど、ルイさんから見てどんな感じですか？なんだろう、まずその日本の女の子は、はい、まあ、海外に行ったりとか、はい、ね、韓国行ったり、はい、ヨーロッパ行ったりっていうことも結構してるし、はい、まあ、日本には男性 のアルゼンチン人ダンサーなり、ね、まあまあまあ、外国から来てる上手な男性多いし、はい、でもちろんそのリードが上手なら女の子は比較的すんなり踊れるじゃない、はい、だから、あ、素晴らしい踊りってこんなんなんだってすぐ分かる。なるほど、はい、うん、でもちろんどうですか、男性としてそのあんまりまだ踊れないのに超上手な女性と踊ってすごい楽しいの？それは自分のレベルにもよるんですけど、私は基本的にはなんかうわ負けた感っていうのは強いんですけど、ね、うわっ、このなんかこう手のひらで乗せられてる感じですか、あ、なんかこれ負けてるぞみたいな、別にあれでしょ、別になんか言われるわけでもなく、うんうん、なんとなくこうなんかこう子供扱いされちゃうみたいな、ね、まあ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 、まあ、若造扱いされちゃう、ね、まあまあまあね、若造というか、うんうん、なんか懐深いなって感じさせられて、だからまあそのなんか目指すところが、女の子はもっと頑張ったらここまで視界が開けてる、こんな風に、ね、そう、こんな風になれるんだっていうのが割と感覚で分かりやすい、いい男性と踊ると、はいはい、でも男性ってその上手い男性がどれだけ楽しいのか、はいはいはい、逆に言うと自分は何が見えてて何が見えてないのか、はいはいはい、なかなか分かんないんじゃないかなって思うんだよね。あ、そりゃそうですね、うん、でそこがモチベーションとしてレッスンにいっぱい取ろうっていうより、まあ、今行ったってミロンが行ったって、ね、踊ってくれるから、そうそうそう、みんな踊ってくれるからいいやっていうところに収まっちゃう一つの原因かなとは思います ね、まあ、そうですね。だからイメージできるかっていうね、うん、まあ、私の持論ではコンペがあった方が男子は練習するっていうのはあると思ってるんですよ。つまりコンペで成績出すなり、ただそれだけだと、少なくともさっきからルイさんに話していただいたその単語の何、まあ、凄みというか面白みってちょっと違うじゃないですか、うん、まあ、コンペでまあ学べ、目標にすることで得られるものもあるんだけど、そこのところって、だから私もなんか最近、まあ、去年ぐらいからなんか年間4つぐらい大きな大会ができて、コンペはもう十分あると思うんですよ。次の第2の矢は何を東京単語界隈に取り入れたら男性陣がグググってもう一段階来るかなっていうのは、だからルイさんとかあります？ちょっとね、その大会は大会で別にいいんだけど、大会やってるとやっぱ踊んなくなっちゃう。踊んなくなる。そう、踊るっていうのはこう赤ちゃんが体を動かして笑うのと一緒で、自然と発生しなきゃいけないんだけど、こう言われたからこうしなきゃっていうのは踊ってるんじゃなくて体を言われた形に動かしてるだけじゃない、体操というか、うん、そうだって、なんか踊ってるのとはちょっと違うわけですね、うん、コンペ用の
審査員に見せる用の動きであって、うん、それを踊ってるかというとやっぱ違いますよね、うん、で誰もそれを見て楽しくはならない、はい、うん、やっぱ素晴らしいものを見た時っていうのはその本人が心から何かを感じて、うん、まあ少なくとも悲しみの中であっても、はい、何でもいいけどその何らかの喜びをその踊りの中に見出すから踊りに感謝するしみたいな、その何かがそういうものが回ってないと何にも面白くない、見てても、はい、コンペを見ててもあのミロンガでその人と踊ってもで、やっぱりコンペティション前の男性たちってもうなんか本当にもう殺伐としてるというか、こういう感じでもう来ないでっていう感じ、わかります、あのね、うん、あのだからまあ例えばアジア大会前の普通のミロンガが、うん、なんか練習会というか、うん、気合入っているグルメがちょっと気合入りすぎちゃって殺伐としてきて、うん、あれなんか楽しい雰囲気とはちょっと違うね、うん、でその楽しい感じのミロンガを堂々と世界に誇れるようなあの日本のミロンガって盛り上がってて楽しいよねっていうにはやっぱほど遠いじゃないですか、はい、でもやっぱりそれありきの単語じゃない、はい、それありきの大会でありショーでありね、やっぱなんですかね、普段の、ミロンガが楽しいから、うん、でさらにお遊びとしてコンペがあればいいんですけど、コンペが目的でコンペが主になっちゃうとまた違うっていうのをおっしゃる通りで、一方でコンペが一番、まあ、単語男子を鍛えるのは便利だなっていうのはなんか自分もそういうやむらない、違うと思う、 そう、だからそこを鍛えるんですよ、リーさん。だからあの私その自分の全盛期、全盛期でもそのミロンガでブイ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 やってた伝説のブエノスはそうそうそうブイブイだから楽しいんだよ、楽しいんだけど時々被害があるっていうだけで、はい、めっちゃ楽しいわけよ。その時思うのはもう今撃たれて死んでもいいと思う今刺されても何の後悔もないってぐらい、もう本当なんか神様こんな感じで こんなこと感じていいんでしょうか私みたいな、毎夜毎夜繰り返したわけです。そう、もうドラッグ状態ですけど、ドラッグ状態でもそのぐらいこう人とつながって、はいはいはい、こう音とハマって、なんか ありえない奇跡が起きてるみたいな、こんなこと味わっちゃっていいんだろうかみたいな、そういう風に女性に思わせるっていうことができるってすごくない、はい、すごいと思うんですよ、うん、そこって、まあ、繰り返しないと誰かが言語化して言わないと、うん、この動画を見てる人も、うん、正直ルイさん何言ってんだって人もいれば、うん、もしかしたらあそういうのがあるのか、じゃあ俺もそういうのやってみてえなって思う人もいるかもしれないじゃないですか。そうだから、まあ、その気持ちさえ持ってれば、はい、絶対私の先生が言ったみたいにあなたは絶対にいつか上手くなるって言ってあげられるけど、別にもうね、もういいやっていう満足しないで、なんか人生で今この瞬間が一番楽しかったって言う女の子に言わせてほしいなと。そこまでの男子を、男子、そう、男子にはそのぐらい野望を持って。ちなみにルイさんのクラス、あのグループレッスン、今火曜日と、日曜日でしたっけ、はい、男子生徒どれぐらいいらっしゃるんですか。1、2、3、4、5、6人かな。ああ、5、6人で、失礼ですけど女性はその倍、3倍どれぐらいですか。あ、そんないないよ、同じぐらい。あのね、日曜日は最近男性の方が多いぐらいの時もある。ほう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 。ルイさんのクラスって何ですか、あんまり露出してないじゃないですか。はい、な、口コミで来るんですか。そうですね、たまにフェイスブック上げるけど、フェイスブック以外インスタも何もやってないし、はい、うん、でも、なんだろう、一回来てください、はい、で確認ですけど、場所は火曜日は、はい、あの築地のスタジオですね。火曜も日曜も築地で、はい、詳しくはルイさんの、まあ、Facebook 見てれば、はい、あそんなアップしてないんですけど、はい、火曜日はエマちゃん と、まあ、ステップの後プラクティカ、エマニュエルさんと、まあ、はい、ペアで教えてると、はいはい、ステップやってプラクティカがあってトータル2時間で、はい、3500円、はい、7時半から9時半で、日曜日は私一人のレッスンで、はい、3時半から5時まで、5時まで、はい、3時
ごめん4時45分だけどちょっと延長してますいつも、はい、いや当然その5時に終わったら、4時45分終わったら一服してから、6時からの声援見ろ前にみんなで行くと、ね、そうですね、うん、でもよくありがとうございます来ていただきまして伺ってます、はい、じゃあルイさん今後の何 か予定ありますか告知したい予定ないですいいんですかデモの予定とか言わなくてあデモの予定別にでもこれあのこれいつ出すの、うん、即で即で、はい、あじゃあいつだっけ6月の、はい4かな4か6月の4の日曜日、はい、チケでチケでミロンガ、があってあって、はいミロンガセレンディピア、はい、で、クリスチャン・パロモとメリッサ・サチのウェルカムをするんですけど、はい、メリッサがちょっとあの怪我をしてしまったので、はい、ちょっと代役で踊りますの で、 あの世界チャンピオンのパロモさんと、はい、踊るということで、はい、分かりましたじゃあそれが、確認ですけど6月の4日、はい、ということは私もこの動画を6月の4日までにアップしなきゃいけないということですねそうですね試合入れます、うん、でも来れないですね私6月4日はね、ああ行けないんですよね私諸事情があって、はい、諸事情があって、はい、ちょっと、うん、あのバッティングしてますね、はい、はい、ちょっとあの動画だけは後で誰かに見せてもらおうかなと思ってます、とんでもありません、すみません、じゃあルイさん今日はですね本当に、長々とお話を聞かせていただきましてありがとうございます、はい、もう私の中でですねルイさんをなんかあの東京単語会話でなんかレアキャラ化しているんで勝手にもったいないなと思いましてぜひぜひお話聞いてみたいなとブエナスの VV 伝説からあの今日聞いたらもうまさか、世界大会第1回大会に出場したというのは私も知らなかったのでいやこれすごいですよねあれの出てたなんて、はい、すごい良かったよあの当時のは何が違います今の大会とあったかかった、まあ、確かにあれでしたよね、まあ、当時はまだ殺伐としてなかったけど、ね、もうみんな普通のミロンガ服で参加してたしねはいはい分かります、うん、あの私も DVD 見てて2回目の大会とか3回目の大会見るとねそんなんで、まあ、まさにミロンガの格好で行ってて感じでしたよね、うんうんまあ、コンペはねどうしても回数をやるとこうみんな真剣になりだしちゃって、うんまあ、殺伐としてきちゃう遊び心がないとコンペもね、はい、分かりましたじゃあルイさん、今日はですねなんか長々と本当にありがとうございました、はい、またご縁がありましたらいろいろ聞かせてくださいまたよろしくお願いしますこちらこそありがとうございましたあ、岡ちゃんのいや、いいんですよ私の方はもう全然本当です大丈夫ですか、はい、ありがとうございました